モアモアチャンネル。モアモア。はい、皆様ご無沙汰しております。なんやかんやでね、動画が上げられない日々が続いておりましたが、久々の動画になりますが、何をしているんでしょうか。今日はね、アクアリウムの大人の楽しみ方を、はい、やっていこうかと思いますが、もうね、何やってるかお分かりですよね。はい、これとても面白いです。モアモアチャンネル。はい、本日は大人のね、マリンアクアリウムの楽しみ方ということでお送りしておりますが、時間があまりにもね、ないもので、手抜き動画という、感じになってしまいますが、こちらです。今回使うのは拡大鏡。以前にもね、これ購入した時にね、動画にしたと思うんですけれども、これ拡大鏡。100均で売ってるんですよね。本当はね、スマホとかをね、拡大して大画面で見れるやつなんですけど、これで水槽見るとね、本当面白い。本当にね、魚たちもね、めちゃめちゃアップに見れますし、サンゴもすごい綺麗に見えるんですけど、ちょっとね、この拡大鏡を使った映像をこうカメラで映すとなると結構見づらいんですけれども、本当にこの拡大鏡で水槽をね、肉眼で覗いた時はね、本当にめちゃめちゃ綺麗なので、マジでおすすめです。もう今日はね、ひたすら拡大鏡でね、水槽をね、ひたすら覗くだけの動画となっております。はい。はい、この拡大鏡でね、ひたすらね、覗く映像がね、まあ、全体で8分近くあるんですけれども、ね、無音でね、こう、拡大鏡の映像をただひたすら見せるのもちょっと退屈だろうなと思って、今何喋ろうかなって考えていたんですけれども、特にないなぁ。こちらこちら。これね、先日ね、まだ動画にしてないんですけれども、ガクさんにいただいたね、ハイマツとね、緑石。ガクさんの水槽にあるね、ご神木。わかる人はわかるんじゃないでしょうか。ご神木のね、枝を折ってね、送っていただいたんですよ。そちらのご神木。大事にね、育てていこうかと思っております。いや、このね、見えるかな?こう、本当にね、100円なので、確か100円。100円だったはずなので、みんな、拡大鏡ちょっと買ってもらいたいですね。実際にこうやって見てもらいたいですね。やっぱね、カメラじゃ伝わらない部分がすごいある。すごいあるけど、私すごい気に入ってるの、この拡大鏡。お買い得だと思いません?これ画質荒く見えてますけど、本当におすすめ。もう完全にもう今日はね、この100均の拡大鏡をおすすめするゆるい動画としてね、見ていただければ幸いでございます。画質悪いなぁ。
ほら見て、もうね、もともと巨大なね、このフラワーコーラル、拡大鏡を使ったらね、もう巨大すぎて、何が何だかわからなくなってしまっておりますが、すごいです。とりあえず、すごいとしか言いようがございません。にしてもね、このフラワーコーラル、本当にね、どんどん成長してますね。どんどん大きくなっております。もともとね、ほんと小さかったのにね、今、もう森みたいになってますね。で、こちら、熊の実水槽もね、見ていただこうと思うんですけれどもね、熊の実水槽のね、この、豆砂たちもね、すごい今、全体的に増えてきてまして、ハンナさんの豆砂だったりね、リフトリガーさんの、豆砂だったりね、もういろんな豆砂がね、どん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 、いい感じに増えてきております。で、結構ね、ライブロックに直接貼り付けてるものも多いので、いつかね、ライブロックを覆ってくれたらいいですよね。そしてこの角もね、ほんと日に日に大きくなるのよ。うん。ちょっとでもやっぱ画質荒いな。ということでね、みんなね、みんなこれ買いに行ってみてください。100円なんで。多分100円なんで。ちょっとね、この感動をね、みんなで共有したいな。っていう、だけの、動画をね、8分弱撮ってみました。謎の8分間、まあ楽しんでいただけたかどうかはわかりませんが、今日はね、本当ちょっと時間がないので、ゆっくりできるときにね、ちゃんとした動画をね、また作っていきたいと思いますが、今日はこんな感じの動画でございました。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは、チャンネル登録、高評価、低評価、コメントリクエスト、何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろしく。